バニーガールやってたことある女だけど質問ある？特定されない範囲で答える。種付けしていい？ダメ。バニーババアはいらないです。まだ20代だよ。週何回を、に、いちいち数えないよ。セクハラされた？うちの店はおさわりはできんだからなかった。どこで？都内。僕のエッチな人参さん、入れていい？ダメ。タイツ？タイツ履いたね。お、イフォロンしそうで目のやり場に困るんだが。したことない。どういうお店？まさか裏カジノとかじゃないよね。ばあ、カジノだったら捕まっちゃうよ。おいおいウプは？数年前のことだから何も残ってないよ。あの胸のやつどうやって固定してるの？中に骨組みみたいなのが入ってる。やっぱ興奮するの？しない。更衣室にカメラあったの知らないの？やめや。儲かりまっか？それなりに。手首のやつ名前なんて言うの？あれ大好き。隠す。あらやみタイツのケツエロいよな。タイツ破いて、ニューするやつめっちゃ好き。黒？赤？黒。始めたきっかけは？大学の学費払うため。ここまで画像なし。だから何も残ってないよ。何年も前だし。車両族が使うような、もんのすげえ高いお店でバニーやってたの？それともコスプレを売りにした色物店でやってたの？前者と後者で全然違うからな。どちらかというと前者かな。日給制なん？それとも月給？普通のバイトと同じで時給だった。何度も質問してすまん。何円くらいもらえるの？2500円だった。だった。ってつまりどういうことや。今はもうやってないからね。顧客はどんな客層でしたか？お金持ちっぽいおじさんが多かった。でも若い人や女性もいたよ。そうなんですか。おじさんたちは何目的で店に来るのですか？言い方悪いですが、やはりバニーの人たちはあくまで飾りなのですか？目的は人それぞれだけど、お触りは禁止だからそういう目的ではないと思う。ほとんどの人かっこ全員。がバニーさんとは何もなしで帰るということですか？わざわざその店を選んだということは、何かしらの期待があったはずで、手ぶらで店を出るときに嫌な気持ちになるものではないかと思うのですが、働いていた方から見てどうですか？一体彼らは何を思ってその店を利用しようとしたのか？キャバクラってほどではないと思うけどおしゃべりとかするよ。お客さんは一人が多いのですか？数人が多いのですか？数人の方が多かったかな。金持ちおじさんたちは数人でどんな会話をしてましたか？会社の愚痴とかが多かったかな。お酒飲んでるからやっぱりそういうノリなのかな。居酒屋みたいに騒いだりはしてないと思うけど。年取りではどっちが気持ちいい？じゃなか、姿勢、素は好き。もう結婚して子供いるからやたらできないよ。アフター的なものはあったのか？ない。健全な感じ？そうだね。エロ的なのは一切なかった。旦那さんとの出会いは？会社の同期。でもむっちゃ見られるでしょ。そういう格好だけにそれは仕方ない。なんでそういうとこで働こうと思ったのか。大学の学費払うため、時給高かったし。時給高いとこ他にもあったろ。なんでそういうバーで働こうと思ったの？なんか一度でいいからそんな格好してみたかった。それをだらだら大学卒業まで続けた。何系の会社行ったん？商社。何売りさばいてたん？商社って楽しい？すげえ楽しい人とそうでない人がいるね。今もやってるん？インフラ向けのもの。でかくてわかりやすいから楽しい。やっぱりテレビドラマのキャリアウーマンみたいに、メキメキハキハキ働くんですか？労働時間を100としたら、商社での仕事内容はどういう分配でしたか？パソコンと向かっているのか、よその会社まで行くのか、などなど。ドラマはあくまでドラマだよ。よその会社まで行ってたね。インフラ系だから形になって稼働してるの見ると、テンション上がったね。パフ、フはいくら？はい、できん。レオタード着たことはありますか？ある意味レオタードみたいなもんだし。水商売してる自覚あんのかね、こういう女って。ここで一本目のお話は終了です。元バニーがあるだけど質問ある？特定されない範囲で。ド M？ 相手によるけど基本的には M より。実はバイオリンかクラシックバレエ経験ありますか？その二つは全く接点なし。ピアノは4から7歳で習っていたけど弾けない。その2つやってた子は見当たらないけどダンサーとか DJ はいたよ。バニーガールになったきっかけは何？キャバより給料がいいのと、身長があるので、露出高いから給料がいい。なるほど。あの格好は裸よりエッチだと思うぞ。羞恥心は人より少ない方だと思う。うちのバニースーツは、ちゃんとアトリエ作のガチモンだから、上品さもあって気に入ってる。上品だけどハイレグっぽそうだ。ハイレグは確かにそう。あばらしたくらいまで出てる。T バックのバニースーツと、通常バニースーツがあるんだけど、T の方が可愛いので私は T を着てた。こんな感じのバニースーツなん？まさにここのオーダースーツ着てる。マイバニースーツをオーダーできるんだけど、かなりいいお値段するんだよね。私が作ったのはベロア素材の青。尻尾の大きさとか、カフスのボタンまでオーダーできて可愛いよ。バニースーツ着て何してたんですか？うちはほぼキャバクラみたいなもんだね。衣装がバニーってだけで。チップを編みタイツやバニースーツに挟んでもらったりが普通のキャバと違うとこかな？ちょっとしたショータイムみたいなのもあったよ。青バニーやってたのか。どうせなら青い編みタイツを履いてほしいぜ。青い編みタイツってあるのかな？編みタイツはみんなドンキで買ってたよ。バラ柄の編みタイツが可愛くてお気に入り。スポープ。すれたて初心者あるあるで申し訳ないが、画像の上げ方が。わからぬ。
私の尻尾は大きめオプションで作った。見れるかな？尻尾、はは。尻尾もふもふで可愛いよね。横止めなんだ。てっきり結んでるかと思った。ボタンです。バラ柄とはエロいね。今はバニー時代に知り合った方とご結婚されたのですか？バラ柄は網目が小さいやつしかないので、チップ挟めないというデメリットもある。今は普通に会社員ですよ。儲かりまっか。もう辞めたけどなかなかでしたね。チップホープありがとう。彼氏の前でバニーの格好になったことはありますか？ぶっちゃけあります。そうなんだ。その格好で、なこともしたのか？こんなエロかわ衣装持ってたらするに決まってるやん。彼女がバニーガールだったとしてしない自信ある？本職だから汚されるのが嫌で逆にやらないかもと思った。エロバニーとはますますいいけどね。うん、フルオプで4万後半かかったしな。毎日着てる仕事着だからどうでもよくなってくるよ。酒かかったりもするし。身長いくつ？173だけど15センチヒール履いちゃう。0.5 センチかった。ヒールの状態でなら最高。そんなに高身長が好きなのか。高身長好きって思ってるはずなんだけど、自分より身長低い人としか付き合ったことないんだよね。なんでだろ？多分実際にはあんまり関係ないんだと思う。高身長の人見ると人並みにときめいたりはするよ。見た目よりちゃんと人間性で判断してるってことだよ。やっぱり彼氏を見上げてみたい。高身長彼氏憧れはあるよ。ただ私普段もハイヒールのブーツばっかりだから、迫力やばいカップルになりそう。確かに180後半ってかなり目立つでしょ。だよねー。身長高いと、付き合いたくない人に好きなタイプは、10センチヒール履いても身長抜かれない人、とか言えて便利。ウサギ好き？おばあちゃんの代からウサギ好きで家には常にウサギおるよ。そういう場所って女はさすがに入ったら冷やかしになっちゃう？綺麗なバニーさん一度でいいから拝みたい。これはマジなんだけど、ならない。こっちも女の子大好きなので来てください。待機のバニーちゃんからカチューシャ借りて、一緒に自撮りしたりするよん。実際にお店に来るのはキャバ嬢の女の子が多いかな。女の子大歓迎だから来てください。辞めたきっかけは？店が一時期数ヶ月休業してて、もともとお酒弱いから復帰がしんどくなっちゃった。コロナの影響かな。キャバにも戻らないの？キャバはもともと酒弱いので戻らないかなって、なんでキャバもやってたってバレてんすか。やっぱりバニーは衣装だけで時給高いのが本当に良かった。やっぱり父も大きい？結構。E80 と予想。アンダーが80もある子はバニースーツ入らな。ゲフンゲフン。じゃあ F75。しかしノリが古くてびっくりだよ。アラサーくらいかな？もう結構あるよ。自分は顔微妙だけど体型と身長で採用されたのかなと思う。これ古いのか。可愛くない？ゲフンゲフン。下の毛はどの程度処理してた？全部バイバイの子が3割くらい。他ははみ出る部分だけ剃ってたよ。私ははみ出る部分だけ剃ってた。ちょっとチクチクしてても網タイツと暗さでわかんない。網タイツの下は重ね履きせず素肌なの？素肌。冬はストッキング履いてる子もいたけどずれる。網タイツの下着は紐パンを超引っ張り上げるか、前張りか、織物シート貼って直履きか。なるほど、超ハイレグだとそうなるか。他の子の事情知ってるのはロタ。バニーやってると羞恥心バグってる子多いよ。着替えの時更衣室で普通に毎日パンツまで脱ぐし、なぜか更衣室のトイレで扉閉めずに、用足しながら友達と喋ってる子とかいたな。背が高いと女装に間違われることない？それは今のとこないかな。結婚願望は？結婚ってした方が不幸になるじゃん。個人的な意見すぎるか。そんだけスタイルいいと、モデルして写真売って生計立てられそうね。顔があれなので無理だけど、体だけはね。イベコンも少しやらせていただいたりしたよ。今は何があるなの？今は普通の会社員だね。うさみみうぷ。今出先だから夜でよければ。ついでにバニーちゃんになった時のお尻もうぷしてほしい。店の洗剤で思いっきりさらしてたよ。もうやめたのであれですが。バニーガールコスデー、したことあるのか。黒無地長袖レオタードと、厚手の白タイツを着せたい。イメージできないけど可愛くない気がする。袖具の腕の上に乗ってほしい。乗るオプションはないけどお客様に体型は関係ないよ。池袋？池袋ではないとだけ。これ以降場所はノーコメントで。上身な女子にローキック食らいたい。低いはずなのに高いから普通のキックになるやつ。そういったサービスはなかったな。ウサギ飛びさせられた？やったことない。ただ、巨乳好きのお客様にジャンプさせられたことはあるよ。チップくれた。尻尾って骨盤から生えてるの？もっと上についてたね。ちょっとレズっ気もある？恋愛対象にはならないけど、可愛い女の子は大好きだよ。周りのバニーちゃん見てるだけで毎日幸せ。なんでぶっぷらにすれたけ？よくわからず立ててしまった。場違いだったらごめん。とりあえず約束したので画像だけうぷ。可愛い耳だね。フォルムが可愛くてお気に入り、ありがとう。スポーツは何かやってた？バスケやってたよ。ここで2本目のお話は終了です。尻尾的のコスプレが趣味だったりバニーガールのバイトしてたけど質問ある？コミケや古刹もやってる。もちろん女の子？はい。よかった。男だったら話したくなくなってた。人気高いの？ツイッターのフォロワーは結構いる。ない。ウプだけしとけ。ウプしたら特定されてしまう。すでにネットで画像流れてるし。彼氏いるの？いない。いろんな人とやるのが好きだからあえて作らないでいる。ウプはしない、おっさん。ウプって何？おっさん。
めんどい、おっさん。じゃあおっさんでいいよ、最初からおっさん。レッスルー、おっさん。携帯、カメラ内は壊れてる、おっさん。ID なし、おっさん。好きなしネタは何？いくら、ド M で変態でタイツ好き？はい。バニーってつまりガールズバーかね？高級クラブ。実は既婚者？私みたいなビッチは結婚できないと思う。すげ、稼いでんのな。でも貯金してた。金かかるような趣味もないし、金のためよりも、そういう格好をするのが好きだからやってたんだし。真面目じゃねえか。YouTube やっても人気出るんじゃね？エロい格好するのが好きなただの変態だよ。正直始めてみようかなとは思ってる。どの人かわからんからなんとも言えんが、興味あるならやってみなはれ。多分顔もモテるんだろうけど、父デカだったりする？自信はある。なるほど。それで露出型なら男ガンガン寄ってくるわな。バニーガールに重くそいじめられたい。尻尾ってあ、ルプラグ？バニーは尻尾がいいんだよ尻尾が。バニーの噂だけど、東京の会員制で金持ちが集まってるところで、バニー相手に尻出してる人たちがいるっていう噂聞いたことあるな。年会費だけで100万とか、ネタバニーにはチップが最低でも10万とか、食事は安くても3万とか色々噂聞いたことある。ここで全てのお話は終了です。バニーガールの尻尾はボタンで止められていたんですね。